ルルドハイドロフィックスプレミアムエディションの水素ガス測定を行います。水素ガスの測定方法はガスクロマトグラフ、気体採取、マスフローコントローラーをしたものの3つがあります。ガスクロマトグラフと気体採取による測定方法はある部分にどれぐらいの水素ガスがあるかを測定するのに適した方法です。つまり皆さんが実際に水素ガスを吸うカニューラの先端、鼻の部分にどれぐらいの水素水があるかを調べることができます。一方、マスフローコントローラーを使用した測定方法は、例えばここからここまでどれぐらいの水素ガスが通過したかを測定するのに適した方法であるため、カニューラの先端からどれぐらいの水素ガスが出ているかを調べるのには不向きです。ガスクロマトグラフと気体採取の違いは数値が細かい単位まで測定できるかどうかです。ただし、ガスクロマトグラフによる測定には大学の研究機関にあるような大掛かりな装置が必要となりますので、今回はガスクロマトグラフの代用として世界中で最も広く使われているガス採取器を使用した真空方式による方法で水素ガスを測定していきます。水素ガスの測定で重要となるのがどの部分の水素ガスを測定するかということです。実は水素ガス吸入器によってこの測定部分がバラバラなのが実態です。水素ガスを発生させる電極板に近ければ近いほど当然水素ガスは多く測定されますし、遠くなればなるほど少なく測定されます。それは水素ガスが世界で一番小さくて軽い分子であるため、すぐに空気中に逃げてしまう性質だからです。そのためここの部分を測定しても意味がありませんし、ここの部分でも意味がありません。長いチューブで測定してもチューブとチューブの間に何かデバイスをつなげても全く意味がありません。ルルドハイドロフィックスの水素ガスを測定する場合には専用のカニューラでなければ意味がありません。なぜならば皆様が実際に水素ガスを吸うのは専用のカニューラを使ってここの場所、鼻の部分から吸うからです。そのため今回の測定ではカニューラの鼻の部分の水素ガスを測定していきます。もちろんルルドハイドロフィックスが公表している水素ガス発生量は紛れもなく専用のカニューラの鼻の部分で測定したものになります。皆様も水素ガス吸入器を選ぶときには公表されている数値だけではなくて、その数値がどこの部分で測定されたものなのかもしっかり確認してみてください。今回の測定の目的はルルドハイドロフィックスプレミアムエディションのカニューラの鼻の部分に1秒間でどれぐらいの水素ガスが発生しているかを調べることです。ガス採取器による測定では 100ml の空気を検知管に吸引すると検知管の色が変わっていくので 100ml 中に何%の水素ガスが含まれるかを調べることができます。ただし通常のやり方では吸引してから3分間静止しておく必要があるのですが、今回は1秒間の水素ガスを調べることが目的であるため、意図的に吸引してから静止しておく時間、つまりガス採取器を離す時間を1秒間にして測定していきます。なお、ここからガス採取器で吸引すると反対側のこっちから別の空気を吸い込んでしまうため正確に測定することができません。そのため片方の穴を事前にシリコンで塞いであります。ではまずカニューラの先端部分、実際の鼻のところの空気を 100ml 吸引していきます。
1秒間経ちましたのでガス採取器を取り外します。まず試験管の色を被色表と照合するとこちら色の変化によって水素ガスが 2% 含まれていることが分かります。今回カニューラの鼻の部分の空気を 100ml 吸引しました。1秒間吸引したところ 2% という結果が出ました。この 2% というのはカニューラの鼻の部分の空気 100ml を吸い込んだのに対して 2% です。パーセントは何かに対する割合ですから、何に対する割合かということとその割合をもとに実際に出ている量に換算することが重要になります。日本の大学病院で医学的な臨床試験で使われている水素ガス吸入では 1.3% か 2% が一般的です。これは何に対するパーセントかというと人間の呼吸量に対する割合ですので、人間の1分間の呼吸量がだいたい1万ミリリットルとなりますので、それに対する 1.3% だと130ミリリットル、2% だと200ミリリットルの水素ガス量になります。それに対して水素ガス吸入器で使われているパーセントは、一つは水素ガスと一緒に酸素もブレンドして発生させているものの場合は全体に対する水素ガスの割合。Thank you.